獣、カシアスは日本、オーストラリアの競争場である。主なカチクラは2017年の函館2歳、ステークス2015年3月27日に谷岡牧場にて生産。立東トレーニングセンター所属の清水久志支給者の管理場となった。場名のカシアスの由来は人名から。父金社者の奇跡の由来となった。 金車佐の奇跡で勝利した、モハメドアリの本名、カシアスクレイにちなんだものである。2017年6月18日、函館競馬場の神話戦に、浜中俊と共に出走。単勝オッズ12.9倍の6番人気の指示を受けた。スタート直後に鼻に立ち、そのまま戦闘を保持して、最後の直線まで逃げた。しかし後方から南洋プランターが追い上げて、 ゴール手前で差し切り、頭差及ばずの2着となった。7月1日、函館競馬場に滞在し、新馬戦と同じ距離の未勝利戦に出走。単勝オッズ2.2倍の一番人気となった。花には立たずに3番手で先行し、馬場の内側に1、最後の直線では、前方の馬が開けたスペースから抜け出し、2着の馬に3、と2分の一馬審査をつけて勝利、初勝利を挙げた。 起乗した浜中春は、初戦は逃げる形でしたが、控えても器用に走ってくれました。初戦を使われてシャキッとしてきましたと振り返った。7月23日、再び函館競馬場で、函館二歳ステークスに一番人気での出走。内枠から先行する馬に先を譲って5番手を追走し、最後の直線で粘る逃げ馬を差し切って優勝。重賞発制覇となった。 箱館て歳ステークスを未勝利戦を勝利した馬が勝利するのは2002年のアタゴ大賞以来15年ぶりの出来事であった。起乗した浜中春は調教がスムーズでいい状態で本番を迎えることができました。先行勢を見ながら手応えよく運べました。直線では2着と馬がしぶとかったのですがよくかわしてくれました。すごく奥のある馬で 先々楽しみですと解雇した。本州に戻り11月4日、東京競馬場の KO 杯2歳ステークスに出走。単勝オッズ13.9倍の5番人気の指示であった。距離の延長、休み明け、長距離の輸送、左回りと初めての条件が課された。最後の直線は3.4番手から前を行く馬と、馬の終割って伸びて2着となった。起乗した。 浜中春は今日は久々の競馬で気負っていました。それでも我慢できていましたし、初めての左回りでも鋭く伸びています。距離は1600メートルくらいまでこなせると思います。今日は馬体が減って寂しかったので、ふっくらしてくるとさらに良くなりますと振り返り、管理する清水久志氏は函館以来の休み明けで初めての輸送、左回り、 距離も1ハロン伸びての2着ですから、目処が立ちました。アサヒハイフューチュリティステークスは、さらに1ハロン伸びますが、上積みもあるでしょうし、対応できるようにやっていきますとした。続いて、初めてのマイル戦、また GI 初挑戦のアサヒハイフューチュリティステークスに、出走。単勝オッズ48.0倍の10番人気となった。レースでは、3番手で先行し進んだ。しかし、 最後の直線で交代、優勝したダノンプレミアムに0.8秒遅れた7着となった。2018年1月8日、京都競馬場の新山記念に参戦。単勝オッズ7.5倍の4番人気の指示での出走となった。重症化チーマのために他よりも重い負担重量を課されての出走となった。 スタートで先手を奪い逃げ、先頭を守り続けて、最後の直線に侵入した。しかし、後方9番手から追い込んできた、アーモンドアイに放されて、2番手から抜け出した、鈴見門にも差し切られた3着となった。起乗した、浜中春は、馬場の重い中、しっかり走っています。ただ、近量が重いので、道割の影響はあったと思います。 レースセンスが良いので今日はマイルにも対応してくれました、と解雇した。4月8日、NHK マイルカップのトライアル競争で3着までに優先出走権が付与される中山競馬場のニュージーランドトロフィーに参戦。単勝オッズ6.9倍の3番人気に押された。戦闘でレースを進め逃げ、最後の直線に侵入するまで戦闘を保った。 しかし後方から追い込んできた馬に先を越されて後退。優勝した勝地から0.4秒遅れて7着となった。起乗した浜中俊はスタートからしっかり反応して息きっぷりが良くなっていますね。喧嘩せず行かせることができたのですが、最後の坂で勢いが止まってしまった。それでもよく走っていますよとなっている。5月6日 NHK マイルカップに参戦。 出走する18頭のうち、単勝オッズ137.1倍の17番人気とオン、ブービー人気の指示での出走となった。スタート後に逃げず4.5番手で進み抜け出しを図った、ものの交代し、勝った敬愛ノーテックから0.7秒離された10着となった。起乗した、浜中春は、少し力んでいたけど我慢してくれた。頑張ってくれましたとした。6月6日付で、 オーストラリアに移籍するために JRA の競争馬登録を抹消した。現役馬を海外から購入することに意欲的な馬種、オーストラリアのジーカヒアラの共同馬種グループに購入されて8月、2017年の香港バーズで3着の実績がある、当選バジル、メトロポリタンステークス4着のアドマイア・ロブソン、新馬価値で500万以下のカテゴリーに属するダノンロマン、 2017年のメグロ記念で3着のハッピーモーメントとともに5等でオーストラリアに渡った。到着後レーシングビクトリアが管轄する検疫施設、ウェリビーインターナショナルホースケアにて2週間の輸入検疫を受け、当選バジルとアドマイア・ロブソンと共にダレウィアー級社に所属することとなった。遺跡後、場名が獣に改名された。オーストラリア時間の9月1日。 コーフィールド競馬場で行われるザヒース1100ステークスに参戦した。管理するダレン・ウィアー調教師はジエベレストにも出走させる考えもあり、ジエベレストの出走枠保有者には彼の2戦目や3戦目に注目してもらえれば十分といったところで土曜日が全てとは思っていないんだまた彼を仕上げ切ってはいないから、しっかり走ってくれるだろうし、すごく能力の高い馬ではあるけど、 初戦から最高の状態を見られるというものでもないさ。その先に期待しているんだとしていた。ダミアン・レーン起場で臨んだが、勝ち馬とは1.6馬審査の7着となった。9月15日、フレミントン競馬場で行われたボビー・ルイスクオリティに、クレイグ・ウィリアムズと共に出走。残り300メートルで一時は先頭に立ったが、勝ち馬から0.3馬審査の3着となった。 9月30日、コーフィールド競馬場のテスタロッサステークスに、マークザーラを安城に出走。勝ち馬から1.3馬身離された2着となった。その後シドニーステークスに出走し勝ち馬に8.1馬身、離されて6着となり、2018年を終えた。2019年から2020年シアロン・マーハーデビット・ユースタス級者に転馬やし、3月2日。 フレミントン競馬場のボブホイステッドハンデキャップで指導し4着、4月6日のコーフィールド競馬場で行われたアニバーサリーバーズでは3着になり、その後、リンジー・スミス級舎にウ馬やするなど発戦に出走したが、勝利は得られなかった。その後、コーフィールドを拠点とするロイド・ケネウェル級舎に点馬やして調整されたが、12月21日の 西オーストラリアのアスコット競馬場にて固着になったのを最後に翌2020年に抹消引退している。以下の情報は netkeiba.com に基づく。以下の情報は racenet.com に基づく。ab 海外競馬、jra から合衆移籍したカシアスの馬名が獣に同盟の2歳馬がいるため競馬ニュース。 netkeiba.com 2021年3月3日閲覧2歳新馬2017年6月18日競馬データベースダッシュ -netkeiba.comdb.netkeiba.com2019 年12月3日閲覧 abc2 歳新馬函館 5R 内容プランタンが G 全九州。サンスポーズバット競馬 2019年12月3日閲覧。POG 南洋プランタン直線鋭く伸びデビュー勝ち競馬ニュース。NETKEIBA.com 2019年12月3日閲覧。サイトマスター。函館 1R 二歳未勝利カシアス速力抜群で後続を突き放す。競馬ニュースなら競馬のお話。2019年12月3日閲覧。 二歳未勝利、カシアスが人気に応える競馬ニュース。netkeiba.com2019 年12月3日閲覧。函館二歳ステークス2017年7月23日、競馬データベース -netkeiba.comdb.netkeiba.com2019 年12月3日閲覧。ab、函館二歳 s。 カシアス2歳、一番星浜中は、箱館重傷初 V。www.sponichi.co.jp。2019年12月3日閲覧。箱館2歳 S レース後コメント、カシアス浜中春季修羅競馬ニュース。netkeiba.com。2019年12月3日閲覧。カシアス2着食い込んだ初物克服。 K.O. 杯2歳 S 曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。2019年12月4日閲覧。K.O. 杯2歳 S。カシアス2着。アサヒハイ FSA 収穫。サンスポーズバット。競馬。2019年12月4日閲覧。K.O. 杯2歳 S。カシアス重賞ウィナーの底力。粘り強く伸び2着。 www.sponichi.co.jp2019 年12月4日閲覧。ab, k o 杯2歳 S, S レース後コメント、タワーオブロンドンシールメールキシュラ競馬ニュース。netkeiba.com2019 年12月4日閲覧。朝日イ FS、カシアスシミズ氏、どこまで食い込めるか、楽しみ。 姉さんのトレセン密着競馬ニュース。netkeiba.com。2019年12月4日閲覧。朝日フューチュリティ2017年12月17日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com、e e e e。2019年12月4日閲覧。新山記念、登録場エアールマス。 カシアスなど17頭競馬ニュース。netkeiba.com。2019年12月4日閲覧。日刊スポー新山記念2018年1月8日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com、e e e e。2019年12月4日閲覧。新山記念、逃げた、カシアス3着浜中。 タバより重い金量の影響も、スポーツ放置。2019年12月4日閲覧。新山記念レース後コメント、アーモンドアイトザキケータキシュラ競馬ニュース、netkeiba.com。2019年12月4日閲覧。デルタバローズ3着、優先出走権を獲得、NZT 局馬プレミアム。 p n i k k a n s p o r t s com。二千十九年十二月四日閲覧。nzt。カシアス。両ノティソーロなど十九頭が登録。競馬ニュース。netk eiba。E t k e I B a. com。二千十九年十二月四日閲覧。ニュージーランド t。二千十八年四月七日。競馬データベースダッシュ netk eiba。N e t k e I B a. com。 db.netkeiba.com2019 年12月4日閲覧 NZT カシアスは7着浜中機種最後の坂で勢いが止まってしまったサンスポーズバット競馬2019年12月4日閲覧カシアス前で我慢が聞けば NHK マイル C 曲馬プレミアム P.nikkanspoorts.com 2019年12月4日閲覧。NHK マイルカップ2018年5月6日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2019年12月4日閲覧。NHK マイル C、6着のパクスアメリカーナは、左回りに、課題変わまた、直線で内に刺さる面が出た。スポーツ放置。 2019年12月4日閲覧。カシアス号が、競争場登録抹消 JRA。JRA.JP。2019年12月4日閲覧。カシアス、登録抹消オーストラリアへ17年函館て2歳、エッセ派。www.sponichi.co.jp。2019年12月4日閲覧。ABCD。 海外競馬、当選バジルラ日本から合衆移籍したことを無事に検疫を終える競馬ニュース。netkeiba.com2019 年12月4日閲覧。合衆移籍のカシアス、ジエベレスト出走を目指して、現地初戦へ。JRA、VAN バージョン、ワールド2019年12月4日閲覧。海外競馬、合衆移籍のカシアス、獣に、 和名変更、9月1日に移籍初戦の可能性、競馬ニュース、netkeiba.com。2019年12月4日閲覧。ザヒ1100リザルツ、コールフィールドレースリザルツファーストセプテンバー2018。www.raceenet.com。au、e e、2019年12月4日閲覧。 高遺跡で獣に解明した、元カシアス、G2 ボビー・ルイスクオリティで、大きな見せ場。JRA、VAN バージョン、ワールド、2019年12月4日閲覧。ボビー・ルイスクオリティリザルツ、フレミントンレースリザルツ1 5セプテンバー2018。www.racenet.com。au、2019年12月4日閲覧。 テスタロッサ・ステークス・リザルツ、コールフィールド・レース・リザルツ・サーティース・セプテンバー2018、w w w r a c e n e t c o m a u 2 0 1 9年12月4日閲覧。シドニー・ステークス・リザルツ、ロイヤル・ランドウィック・レース・リザルツーティンスオクト2018、w w w r a c e n e t c o m au 2019年12月4日閲覧アタ、ボブ・ホイステッド HCP リザルツ、フレミントンレースリザルツセカンドマール2019 www.racenet.com au 2019年12月4日閲覧アニバーサリーベースリザルツ、コールフィールドレースリザルツ6エプリル2019 w w w r a c e n e t c o m au 2019年12月4日閲覧 sanuptrl72 リザルツラークヒルレースリザルツセカンドディセンバー2 0 1 9 w w w r a c e n e t c o m au 2019年12月4日閲覧 sing's you might have missed February 24 punters.com au 2020年2月24日閲覧レーシングコムスティーブン・ラ・キッチバースデー・ハンディキャップレーシングコム2020年8月16日閲覧レーシングコムケモノ・レースホースプロフィールレーシングコムレーシングコム2020年8月16日閲覧カシアス競争場データ netkeiba.com2019 年12月3日閲覧。ケモのレースホースプロフィール、スタッツ、ホームガイド、ニュースリザルツレイズネット。www.raceenet.comau2019 年12月4日閲覧。ありがとうございます。